パンに移籍した理由とかもし話せる範囲でいいんですけど、ね、でも一応は、まあもう次のスーパーダーツから、まあパーフェクトプロはもう出れないっていうちょっとタイミング的にも、まあ、ちょっと、まあいいタイミングかなと、まあ、自分のスポンサーの兼ね合いもあったりもしたんですけど、まあ、一番は、まあ、ちょっとそれがあるんだったら、まあ、ちょっとなんか一回いい思いしてるんで一回いい思いしてるんで、まあ、だったら、まあ、ちょっと移籍して、まあ、勝負してみようかなっていうのが、まあ、理由です。はい、ソフトとハードやってると思うんですけど、はい、自分でやっててこう変えてるとか違うとかってありますか？基本的には、まあ、距離が違うのは知ってます、はい、で、距離が違う時点でもう同じようにやっぱ投げれないですよね。まあ、同じように投げてる人もいるのかもしれないですけど、まあ、聖子さんなんか多分同じように全然違うティールとソフトだと多分重さは変わらないように作ってますけど、まあ、感覚的には結構変わると思うんですけど、みんな各々工夫してると思います。僕はソフトよりちょっと早く離してます。やっぱ前に重心が寄ってる分同じように投げると全部上に吹っ飛んでいくんですね。的がちっちゃいのもあるんでソフトよりもやっぱ力みやすいですし、全く同じように投げれてるって思ってる人は多分いないんじゃないかなとは思うんですよね。 4BA 企画っていうのはないですけど、 4BA が多分一番スティールとソフトが同じように投げれたと思うんです。まあ、例えば話ですけど、他のソフトの、プロで、7ミリ違うのかな、スティールとソフトが。確か7ミリ後ろから投げてるって人もいますからね、中には。もうスローラインっていうか、なんかその沖から投げるんじゃなくてわざわざ少し後ろから投げてるっていう人もやっぱいるんですよ。だからそこはもう結構本当おのおの工夫してると思います。僕はなんかもうスローラインがあったらスローラインから投げたくなっちゃうんでそれはやらないんですけど、もうどうなんですかね。でも春樹さんでさえやっぱ全然違うって言ってたんで、多分やっぱみんなこの、まあ、刺さり方のイメージもやっぱ変わるでしょうし、やっぱもう違うものとして捉えるように自分はしてます。はい、あきもちゃんの時から始まってるんですけど、はい、ケイタさんコンプレックスありますか？コンプレックス、そう、ダーツに関して。へー、ダーツに関して。そう、いや、ダーツ以外でもいいですけど。へー、でも顔が長いんで、顔が長いことを顎がしゃくれてるっていじられるのがすごい嫌いなんですよね。しゃくれてるわけじゃないんですけど、ちょっと輪郭がちょっと長いだけのはずなんですけど、輪郭が長いイコールなんかしゃくれてるみたいな、勝手になんか解釈されて、なんかすげえみんながなんかこういじられるのがなんかあんま好きじゃないんですけど、20歳から24ぐらいの頃はいじられるとイライラしてたんですけど、もうやっぱもう30ぐらいになったら大人になってくるじゃないですか、もうネタにしますから。兄さんとか僕と会うとおはようってこう僕の顎をこうやってやってくるんですよ。兄村松って僕の顔見た瞬間にもうこれぐらいの距離まで近づいてきておはようってやっちゃうんですよ。で24ぐらいの時はお疲れっすってやる、逆にやり返します。全然な感触ないですね。ダーツに関しては今ダーツに関してコンプレックスか、あんまり感じたことがないんですけどね。まあ、別に自分のフォームがかっこいいと思ってるわけではないんですけど、まあ見た目はいいに越したことはないと思うんですけど、まあ、ダサくても入りゃいいと思うんで、結局入るやつがすごいでかいじゃないですか、まあスポーツなんて。ダーツに関してはそんなにないかな。試合でごめんね、もう見てて思うのは、昔ケイタさん結構やっぱり試合になるってだんだんこう表情がやっぱ険しくなってくるイメージがすごいあったんですけど、はい、ここ最近見てるとなんか表情が変わってきたなって思って、そうなのかな、だからあんま勝てないですかねとか言って。いやでもどうなんですかね、もともとは結構下からターゲットを見てたんで別に怒ってるわけじゃないんですよ、試合中に怒ってるわけじゃないんですけど、顔が怖いってすごいなんかそのなんですかね、初めてうちの例えばお店に来たりとかイベントに来てくれた人とかと
喋ってるとなんか普通の会話できるんですねとか言われたことあるんですよ。はい、できるでしょうみたいな。いやもうあの顔だからもうなんかすいませんとか言ったらおうとか言ってくる感じなのかと思ってましたって言われるからそんなやついないよと思って意識してやってみます。もっとなんかもっとターゲット見てみますちゃんと。どうですかね。まあでもなんか険しいとはすごい言われます。まあタケさんとかはスタイルでもう結構ニコニコしながらダッツしたりする、うん、あれがもう全然できないんですよ僕。あれやったらもうあのニコニコしたアベレージぐらいしか打ってないですよ。多分80の3ぐらいしか打ってない。なんか周りを気にしてる時こそなんかこう集中力がなかったりするんで、なんかあれぐらいこうあれが逆に緊張をほぐせるんだったら羨ましいなって思いますし、でもなんか自分のスタイルの中にはないんで、まあ険しい方が集中できてるのかもしれないですね。あとあれですよ、優勝した後のすごいホッとした顔というか、はい、もうホッとしましたもん。いや本当に今だから言えますけど7、7月ぐらい本当結構闇入ってましたからね。いやもうこのまんま本当残れなかったらどうしようかなって思うぐらい一回ちょっとやっぱ悩んでた時期もあったんですけど、やっぱちょっと僕スーパーダーツ勝つぐらい運があるんで。そうまあだからやっぱ結局運もあるんですよ、トーナメントって絶対やっぱりね勝手に自分でプレッシャー感じて運から見放されるタイミングって選手誰でもやっぱあると思うんで、だからやっぱそういう意味ではまあ運が巡ってきたタイミングで、まあその時初めて入れ替え勝った時も全然調子よくなかったんで、そうでもそこからまあすごい今ずっと入れ替えで勝ってた時期からもう状態もだいぶ良くなってきたんで、あのシードってそんだけ大きいんだなっていうのはちょっとやっぱ今年移籍してちょっと舐めてましたでも、うん、やっぱりこうなんだろう、そんなに緊張するかなぐらいの感じで思ってたんですけど緊張しますねあれは。まあやっぱそこはでもすごい今年1年で勉強して、実際来年のシーズンの成績でスーパーダートの出場選手が決まるんで、本当今年移籍してよかったなとは自分では思ってます。はい、なんですか、ネクサス、はい、バッティユーザー数とかの辺って結構増えてたりするんですか。この間オンラインでやったの見ましたツイッターとかで書いたんですけど、あの時に実際やった人数は3人でした。まあでもあの30日の11時とかにやってるんで、日本の方で、日本人は2人で1人外人でした。ヨーロッパあたりの金髪のお姉ちゃんとかいたり、いやー美味しい話はあったりしない。いやちょっとおじさんが3人でしたね。おじさんが3人でしたね。厳しい状況です。でもあのネクサスのちっちゃい画面で金髪の美女見るんだったらこれで見た方が良くないですか。そんなこと言っちゃいけないですけど。お話できるんだよ。ああでもそう話はできるんで、まあ僕ちょっとその時間だったんで、はい、まあ子供も寝てるし、はい、こんな時間に喋ってやってたら子供起きたら嫁さんキレられるんで、喋らないでやってたんですけど。金髪の姉ちゃんと会話できたらそれはすごいことになる。まあでもするためにはそれ相応の語学力必要ですから。大丈夫ですか。そういうチャンスがあればもうこれから勉強します。もうなんかもう知ってるなんか変な言葉とかかけるだけだとすぐ電源切られますから。ちょっと商品の価値下がるのやめてください。いやでも割かし結構今多分だから結構もう正論がめちゃくちゃいいんで、それはもう本当に間違い、やっぱ値段が高いじゃないですかネクサスって。その分のやっぱ家庭用ボードに必要なもう消音性だったりとかゲームがまあしっかり入ってたりとか、まあオンラインもついてるんで、でも音こんな違うって思うぐらいやっぱもう静かだったんで、それは多分ね本当冗談抜きで誰でも感じられると思います。多分日本人の金髪の姉ちゃんダメなんですよ。あ、ミクスさん、あ、日本人の金髪の姉ちゃんさん。まあ42万、まあ、あの金髪の姉ちゃん多分出てくると思うんですけど、禁止してしていついつの何時にいますって多分書いてると思うんで。PDC の選手がねやってくれるんで、あれそれの方が全然良くないです金髪の姉ちゃんより。同じぐらいです。PDC の選手悲しい悲しい。じゃあ、ね、同じぐらい嬉しいです。でもまあ
うん、まあこれからだと思います。でもやっぱもうまたやっぱ1年ぐらいは見ないとお客さんがいる感じにはやっぱなかなかちょっと難しいかもしれないですね。回線も自分たちで作ってるんで、はい、はい、期待します。はい、ありがとうございます。なんで僕はありがとうございますか。移籍したっていうことで、まあ、パーフェクトとジャパン両方まあ経験あると思うんですけど、はい、両方いたからこそしか分かんないなんか雰囲気の違いとか、あとこういう人はなんかジャパン向き、こういう人はパーフェクト向きとか、そういうのあればなんかめちゃくちゃ細かいですね。まあ、とりあえず試合に出てみた感じを言うと、パーフェクトよりもジャパンの方が緊張するシチュエーションは多いと思います。ジャパンってまあ予選やるじゃないですか。予選やって決勝トーナメント上がったら3レグなんですよ。あのゼロクリーチョイスをまず、人数が多かったら2回やんなきゃいけない。でもこの時点で結構嫌なんですよ。もともとパーフェクトの時って全部3先なんで、あのトーナメントに行ったらなんですけど、ジャパンの場合は最初の2つぐらいはなんだろう、ベストオブ3ってまあ2個取ったら勝ちっていうルールなんで、1個取られたらもう超ピンチじゃないですか。そう、そのシチュエーションがまず嫌だし、入れ替え戦がやっぱ注目されてると思うんですけど、一般のユーザーさんって。だけど入れ替え戦の手前から一気になんか大会の空気が変わるんですよ。シーンとしてるというか、急にその辺からやっぱもう入れ替え上がれるかどうかがかかってるから、みんな結構もうだいぶ雰囲気が変わるんですね。で、入れ替え戦はまあ見ての通り結構すごいんですよ。まあ、2月ぜひ来てください、ジャパン見に。結構すごいんで、2月あの入れ替え戦は。やっぱり逆にその後がもうやっぱ楽なんですよ、気持ち的には。シードを取ってればもう次からもシードだから、そこで力を発揮する選手、発揮しない選手ってのはやっぱいると思うんですね。で、やっぱり勝ってる選手の方がそういう意味ではやっぱもうそこを抜けたら、まあ大城さんとか今年はあの豊さん、柴田豊和とかがやっぱ調子すごいいいんで、その2人とかとトーナメント当たったらめちゃくちゃいいなとしてますもんね、見てたら。どっちの方が緊張するかって言われたら、緊張するシチュエーションはジャパンの方が多いです。でもパーフェクトのゴーマルセパはすげえ渋いです。ゴーマルセパって本当にトンパチ1回出したらもうほぼそのレッグ勝てないんで、相手が。うん、だからやっぱり、そういう意味ではやっぱ両方出てもうどっちも難しいと思います。まあ今はもう本当聖子さんが調子いいんで、それこそパーフェクトの方が優勝するのは難しいかもしれないですし、まあ、パーフェクトが向いてる向いてないとかっていうのはあんまりないんじゃないですかね、多分。うん、その選手がこっちに来たら面白いとか、そういう話題性だったりとか、まあ、僕なんかはこの年移籍して結構取り上げてもらいましたけど、ライブには試合がどっちだからすごいとかっていうの僕はないと思ってるんで、うん、実際例えばパーフェクト対ジャパンやりますってなった時も、その大会で結果は出るかもしれないですけど、その大会を1日に5回やったら多分2対3ぐらいだと思います。一発勝負だから見てる方は面白いんですけど、まあ、実際レベルは均衡して、ちょっとやっぱでも正直な話、聖子さんがちょっと頭一個抜けてるっていうのはやっぱあると思うんですけど、うん、だけどもうあんまりその力の差は多分ないと思います。はい、大丈夫ですか。ありがとうございます。皆さんもう遅くまでありがとうございます。まあ、今日はちょっと、レッスンの人と、まあ、対戦の人で分けたんで、ちょっとまあレッスン今日短かった人もいたかもしれないんですけど、まあまあ今結構こういう感じでやるのがいいんじゃないかっていう話もまあ出てるんで、本当に教えてほしいっていう人が聞きたいことあったのにって終わって帰るよりも、聞きたいことがある人はもう本当にそれ用に時間を作ってもらって、で、まあ、対戦もちろんしたい人はもう対戦もできて、一言ちょっともらったら、まあ、お客さん的にはいいのかなっていうので、まあ、こんな感じをちょっと続けたらいいのかなと思ってるんで、まあ、ちょっとまたぜひ、マヨネがいなくても来てください。今日本当10人だったらどうしようと思ってました、来る前。大丈夫でした。ありがとうございます。